ランナウェイズは2017年から2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マーベルコミックのキャラクターを元に制作され、フール u から配信されたスーパーヒーロードラマでマーベルシネマティックユニバースに属する作品である。レンジー・フェリズ、岡野リリカ、バージニア・ガードナーなどが出演した。アメリカでは2017年11月21日から、 配信が開始され、2019年12月13日に、第3シーズンで完結した。日本語字幕、吹き替え版は、ストリーミングサービスなどで配信されている。6人のティーンエージャーは、親たちの怪しい儀式を目撃し、美ンだと知ってしまう。逃亡した6人は親たちに立ち向かうために団結し、特殊能力に目覚め始める。ランナウェイズの主要キャスト。 上段左から岡のリリカ、バージニア・ガードナー、アリエラ・ベアラー、クレック・サルキン、アレグラー・アコスタ、アニー・ワーシング、ジェームズ・マースターズ、ブリジット・ブラナー、ケビン・ワイズマン、ジュリアン・マク・マホン。本作の原作者のブライアン・ケイ・ボーンは、2008年5月に、自身のコミック、ランナウェイズを元にした脚本を書くため、マーベル・スタジオに雇われた。2010年4月、 マーベルはピーター・ソレットを監督に雇い、1ヶ月後にはドリュー・ピアースと新たな脚本の契約をした。この映画の開発は翌年10月に延期され、ドリュー・ピアースは2013年9月にアベンジャーズの成功のためにランナウェイズの企画は棚上げされたと説明した。2014年10月、マーベル・スタジオのケビン・ファイギ社長は本作の脚本についてまだ 私たちの脚本保管庫に存在する素晴らしい脚本だ。と語っていた。2016年8月、Hulu がマーベルテレビジョン、ABC シグネチャースタジオ、フェイクエンパイアプロダクションと共同制作することが発表された。第1シーズンは批評集積サイトのロッテ点トマトズに81件のレビューがあり、批評家指示率は86%。 平均点は10点満点で7.85点となっている。また、メタクレッティックには26件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに22件のレビューがあり、批評化支持率は86%、平均点は10点満点で6.62点となっている。第三シーズンは、六点トマトズに十一件のレビューがあり、 批評可支持率は91%、平均点は10点満点で7.92点となっている。ありがとうございます。